で、私この時間にいいね。いい？本当？ありがとう。あのね、そう、ちょっとクイズというかね、あの謎々を皆さんとしたくて、あのラジオ感覚と言ってはいるものの、あの普通にあの謎々したくて、あのおやすみ彩香ちゃんはちょっと謎々タイム、皆さんと謎々タイムっていう感じで謎々したいと思います。あの触り心地いいよこれ、めっちゃ。そう、あのね、あの実はね、まあ一応この配信6日間あって、6日間、まあ何をまあやるかっていうの大体もう全部決めてて、まあちょっと最後の方のはまだちょっと未定なんですけど、大体決めてるの何をするかっていうので、まあ今のところ予定ではこのおやすみ彩香ちゃんは4回やる予定なんですね。このおやすみ彩香ちゃん、そう、この期間に4回あります。そうだから4回あるんで、このおやすみ彩香ちゃんの4回のために、なんと新しいパジャマを4着買いました。なのでおやすみ彩香ちゃんのために、ま、あの新しいパジャマ姿の私が見れますよっていう、結構同じパジャマじゃないですよっていうね、なのでちょっとそこも楽しみにしててほしいなって思います。おやすみ彩香ちゃん、果たしてどんなパジャマで現れるのかっていうねそこを見どころの一つ、見どころの、はい、見どころの一つだと思いますので、パジャマに気合い入ってて、草でしょ、いや、いいじゃん、うん、で、今回選ばれたのは別に4着あるから何でもよかったんだけど、ちょっとな、これはハート柄かな、ハート柄の色違いじゃないわ色違いじゃないわ。そう、ちなみにこのターバン、このターバンも4種類あるからねそう、そのね、ターバンのその組み合わせとかもね、これ別売りだからさ、これとこれは、だからその組み合わせも、あ、そういう風に組み合わせたんだねっていう、そういうちょっと楽しみ方もあると思うんで、なるほどね、このパジャマこの柄だからこの色を合わせたんだなっていう、そうっていう。ちなみにこれはなんかかわいい、これあれ確かトイストーリーのやつだったかな、あれ違ったっけ、クマの感じかな。そう、ちょっとこのこれには、ちなみにこのターバンが他のパジャマに合わなくて、これ合ってますか、ちなみにどう、私さ、いやもうこれしか合わないからもう これにしようってなったんだけど、このパジャマにこのターバンが合ってるのか、トイストーリーで合ってるか、合ってる、どう、でも結構パキッとした、この上がパキッとした色だから結構グッド。
じゃあ皆さん、この時間はちょっと穏やかに過ごしましょう。穏やかに。また明日を生きる準備をするためにも穏やかな気持ちで過ごしましょう。オッケー。さあ、私普通にさ、普通になぞなぞしたくて、皆さんに、あの、そう、皆さんにあのなぞなぞを、あのなぞなぞ問題を出したいっていうのもあるし、普通に皆さんと一緒にあのなぞなぞを考えて、どっちが早く問題を解けるかっていうのも普通に競争もしたいんだよね。でも私まずあのなぞなぞめちゃくちゃ苦手なんですよ。めっちゃめちゃ苦手だから、そう、多分負けると思うんですけど、ちょっとシンプルになぞなぞしたくて、なぞなぞの本買いました。そう、あのたくさん頭を使って、あのもう深い睡眠をしようぜっていう。なので皆様、この1時間なぞなぞにお付き合いください。では早速、じゃあまずはちょっとあの皆さんに問題をちょっと出しちゃいたいと思います。じゃあ、じゃあ、なるほどね。じゃあこんばんは。いや、これ別に鈴木強化計画でもなんでもないからね、これこれ別にあのそんななんでもないから、ただただ、じゃあ結構簡単かもしれない。じゃあ皆さんに、じゃあこれは早押しじゃない、早答えでお願いします。では、なぞなぞ5スターって書いてある5スター。あ、待って、これレベル1だ。待って、せっかくならちょっとレベル5のやつにしよう。レベル5、あ、じゃあレベル4にしようかな。レベル5はちょっと一緒にやりたいから、レベル4のやつ出そう。
ょっと待って、ちょっと待って、ね、結構でも割とまあ簡単っちゃ簡単なので、あのちょっと本当に早答えでお願いします。では第1問問題、ででん、涙が出るときに目から出る2つの数字はなんだ。涙が出るときに目から出る2つの数字はなんだ。なんだ。お。お。4と9。正解でーす。皆さん何でか分かりますか？涙を流すときは。シクシクと流しますよね。ってことは4と9、4、9。え、でもめっちゃさ早かった。4と9でございます。まあ簡単っちゃ簡単かな。では、うん、では皆さん第2問、でるん、木の上に立って見ている人は誰だ。木の上に立って見ている人は誰だ。正解。おや、え、なんでわかるの、早っ早っ。え、皆さんすごいわ。だってさ普通にさ謎々としてさ、あの問題出されてさ、木の上にだって見てる人は誰だってさ言えても絶対わかんないもん。すごっ。なんで木の上に、で木の漢字の木の上に立ってして見てる人見る、あ誰だっていう親。いやすごっ、早いね。では次、めちゃめちゃ難しいのないかな。じゃあ第3問目、でれん、いたずらばかりしている動物は誰だ。いたずらばかりしている動物は誰だ。誰だ。キツネ。イタチごっこ。
タヌキ、イタチ、お、これは、これは皆さん、正解者がいません。あ、いた！正解、ラッコです。まあ、なぜかっていうと、いたずらっ子っていうあのいたずらっ子、ラッコっていうことらしいよ。なるほどねって感じだよね。じゃあ、なるほど、お、なるほどっていう、なるほど、うーん、じゃあ、こんばんは。では皆さん、あれ、第4問目かな、第4問目、でれん、階段の上の方で言い合うこと、あ、ちょっともう一回言います。階段の上の方で言い合うことって一体なーに？階段の上の方で言い合うことって一体なーに？一体なーに？ジョーク。あ！正解！冗談！うわ、すごい！これすごいね。あ、結構みんな分かってる。え、なんでそんな分かるの？私絶対無理だな。皆さん勝てないな。こんばんは。はじめまして。今はなぞなぞをしています。なぜかというと、階段の上の方で言い合うことって一体何っていうことなんですけど。冗談。階段の上の方で、まあ言い換えたら冗談、そう、冗談、上のね、冗談だから冗談ということらしいです。難しい、難しいな。では問題、でれん、未来と過去の間に挟まれた生き物ってなんだ。未来と過去の間に挟まれた生き物ってなんだ。あ、間違った。正解です。イカ。未来と過去の間に挟まれたのはでーん、
イカです。まあこれはまあなぞなぞというかあれかな。はい、じゃあ行きます。問題でれん。ミーと10回唱えると現れるお化けは。ミーと10回唱えると現れるお化けは。え、すごいね本当に。あの結構なあのすごい才能の方々が集まってるんだよこれ。あの皆さんにあのがこう苦手な分野とかさあのいろいろあると思うけど、その皆さんの得意分野をさこうキュッて集めてさあの皆さんをまとめたらあの東大王とか出れそう。じゃあじゃあじゃあ皆さん今から超難しいなぞなぞの問題を出したいと思います。では皆さん心の準備はいいですか。それでは問題でれん。太鼓は太鼓でもおにぎりの具になる太鼓ってなーに。正解です。正解は明太子でした。皆さんすごーい。皆さんこの超難問をたったの 0.5 秒ぐらいで答える。皆さんさすがです。皆様さすがでございます。こんばんは。こちらも超難問となっております。では皆さん心の準備はいいですか。では行きます。ニラが入っているアイスクリームってどんな味。正解です。皆さん天才的な皆様、すごい。正解はバニラです。
いや皆さんすごすぎるよ、早すぎるよ答えるの。何いくらなんでも早すぎるよ、いくらなんでも早すぎるって。じゃあ皆さんもう一問、もう一問、長男も言います。では皆さん問題です。踊っているとフラフラしちゃうのは何ダンス？正解です。すごい皆さん、最速記録すごい。やっぱ皆さんは天才ですわ。まあというのは冗談で、今の問題は全部レベル1の問題でした。これレベル1だから多分小学低学年ぐらいの問題かな。なんだよ。まあでもやっぱさすが、さすがでございます。ではちょっとここから、ここからはちょっと私も参加します私も参戦します。わかった方、じゃあ、あの勝負するんじゃなくて、あのや、じゃあやっぱ皆さんとの勝負はやめます。皆さんとの勝負はやめて、あの一緒にお互い協力し合いながら答えを導き出そうに変えよう。あの絶対もうこの調子だと絶対に皆さんの方が絶対早いから、あの一つの問題を皆さんと一緒に協力し合いながら答えを導き出そうっていうにしてもいい？そんなに難しいの？いや、わかんない、ちょっと見てみようか。レベル5、あ結構難しい。え、私は普通にさっきのは答えを見てたからわかるけど、私は普通にわからない、この問題だけじゃ。じゃあ一回、あのじゃあ協力できるかだけでいいんですけど、じゃあ一回協力レベルかどうかっていうのを一回ちょっと試すために一問やってみましょう。皆さんにとってはめちゃめちゃ簡単かもしれないし。じゃあ、いくよ。私は分かんないんだけど、アメリカの初代大統領のワシントンが飼っていたペットは？っていう問題は分かりますか？アメリカの初代大統領のワシントンが飼っ、え？わし？犬？え？あ、
分かってない感じかな、もしかして。でもこれわしなのかな、くぐったら反則。うん、反則、それはダメ。わしだったらさ、わしと豚待って、そうなのかな、待って、これさ、答えちょっと見てもいい？皆さんどうする？答え、わしだったら普通すぎない？だってこれレベル5だよ、これレベル5で、ワシントンが飼っていたペットでわしってことあるかな。でもそれしか考えられないか、この短い文章だと。ワシントン、ワシ、ワシの、ワシのトンで豚かな、どうなんだろう。今は、今の候補としてはワシだけか、ワシと豚、わしだけか豚だけか、わしと豚どっちもかっていう、その3択だね。いやでもわしだけ、そんなことある？これレベル5だよ。どうなんだろう。どう思いますか、答え見てみようか。じゃあわしはわしと豚にしよっかな。2パターンのやつにしよっかな。いや私はこれをファイナルアンサーにする。ファイナルアンサー、私じゃあちょっと見てみるよ。皆さん答え何だったと思う？正解はわしと豚でした合ってた合ってたんだけど、そのまんますぎる待って、そのまんますぎた。これレベル 5？ 本当に。じゃあちょっと次行ってみよう。これちょっと私難しい。いくよ。いやこれは難しいと思う。いや行きます。じゃあまだね、問題言う前に普通に自分で考えてたじゃあ皆さんいくよ。池の逆さまは駅、犬の逆さまはウニ、
では秋の逆さまは、え、難しい。え、池っていうのはあの池ちゃんの池、池の逆さまは駅、駅ね。犬の逆さまはウニ、これどっちもカタカナ。では秋、春夏秋冬の秋の逆さまは、うわー待って、まさかちょっとこれにびっくりさせられるとは思わなかった。イカなの？簡単やんって、なんでそんなこと言うの？ローマ字？ああ、え、いぬい、あ、そういうことか。え、なんでなんで、だってアルファベットって一言も書いてないのに、アルファベットで一言も書いてないのにさ、なんでそんなわかるんですか。いろいろこ、あの、どういうこと。え、頭を柔らかくしなさいっていうことですか。単純に、あー、漢字やらアルファベットで考える、書けばわかる。でも書いても、まあこういうパターンの時はローマ字とかいろいろカタカナとかでいろいろ書いてみるっていうのがお決まりパターンなのかな、もしかしたら。なるほど。難しくない？じゃあ、クイズってそういうものでしょ。まあそうですね、そうですね、確かにそうですね。私の頭が硬いんだな。じゃあちょっと次行ってみよう。え、これもわかんない。じゃあ行きますよ、カタカナ2文字が大喧嘩、何と何？カタカナ2文字が大喧嘩、何と何？それだ、絶対それだ、絶対それだ、絶対これバトルか、バトルか、大喧嘩バトル。答えを見てみようかな。バトルでした。なんでそんなにさ、なんでこんそんなにみんな頭が柔らかいの。どうしてどうしてどうして、そして私はこんなに頭が硬いんだろう。
悔しい。でも本当にさ、こういう謎々とかこういう問題本当にできなくて、私どちらかというとね、そうこういうなんか頭を柔らかくできないんだよな。じゃあちょっともう一個いくよ。もう一個いくよ。じゃあ。タコはタコでもあっちこっちで大人気のタコは、タコはタコでもあっちこっちで大人気のタコ、あっちこっち、あっちあっちタコこっちタコ、もう早い。そうだよ、引っ張りだこだ。早いよ、私にも考えさせて。もうこれ絶対引っ張りだこでしょ、でしょこれ絶対そうでしょ。そう止まってるよね。てかこれ答えどこに、そうだやっぱりだこだ。早い早い。じゃあちょっと次、じゃあ問題。ドーナツとカレーには1個ずつ、味噌汁には3個も入っているものは、待ってね、ドーナツとカレーには1個ずつ、味噌汁には3個も入っている、1、1、1、え、待て、味噌汁3、味噌3、3、分からん、ちょっと待って、え、ドーナツとカレーには1個ずつ、味噌汁には3個も入っているもの、ドーナツとカレーでしょ。ドーナツとカレーには1個ずつなんだよね。味噌汁には3個。でもこれ謎々だから。難しい。では、
私頭硬すぎるんだよね多分きっと。全然頭が柔らかくならない。空には2個ファはファイトのファ。ドーナツとカレーには1個ずつ。わかったわかった。なるほどね。あのドレミファソラシドってことか。なんでわかるの逆に。逆に教えて。どうしてわかったのこれ。そんなのどっからさ、どっからそうなるの。どういう思考でそうなっていくの。私にはさっぱりわからん。なんでさ、ドレミファソラシド、なんでなんで、皆さんなんでなの。共通、共通要素でさ、もっと違うの普通探さない。それに行き着くっていうところがすごい。だってドレミファソラシド、あ、それだってならないもん普通。すごすぎる、すごすぎるよ。すごいね。ドーナツとカレー。ドーはドーナツのドー、レーはレモンのレ、ミーはなんだっけ、レーはレモンのレ、ミーはみんなのミ、味噌汁のみ。ファーはファイトのファー。ソーは青い空。お、そう、味噌汁。ソーは青い空。し、そう。ファーはドレミファソーラか。ラーはラアパのラ。シーは幸せよ。さあ歌いましょう。なるほどね。でルはないから味噌汁は3ってことか。難しすぎるこれ。ダメ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 。これなんだ、青い空、あれ青い空、青い空、そう歌いましょう。まあこんな感じで、何これ、陣内智則さんのお笑いなぞなぞっていうのがある
すごこれは陣内さんの謎謎らしい。僕が司会をする109番組ってなんだ。うん、あ、そういうことか。あ、トーク番組。なんでだろう。違うの。これね、違うんだよ。いや、これ私さ、絶対わかるの。これ例えばこれがテレビ番組とかでこういう問題出てくるじゃん、私絶対わかるんだよ。そういう時は、あのね、あのこれ皆さんと対決みたいな感じになったらわからなくなっちゃうんだよ。これわかった。なんか多分ね、そういうね、あれなんだよ、そういう仕組みになってるんだよ、人間の体って。多分私は皆さんよりも早く答えを導き出したいっていう気持ち、あのその気持ちで、あのこの気持ちがあるによって、あのもうね、分からなくなっちゃうんだと思う多分。だってこれが絶対テレビ番組とかで出てきて、私はそれをテレビを見てたとするじゃん。そしたらね、絶対分かるんですよ。だってこれとかも絶対分かるもん。なのに今ね、パッて分からなかったんです、これこの問題。そんなはずがないの。だから多分そういう仕組みになってるらしいよ、皆さん、人間の体って。そうなのかも。テレビで見てたらわかるけど、そういう風になるとちょっともう出てこないっていう。そうだったんだ。だからこれは私クイズ番組とかさ、よく好きで見るんですけど、クイズ番組とかでもそうなるってことなのかな。クイズ番組で、あ、そうだ、タイムショックとか、タイムショック確かになりそう。なんかもうパニックになると冷静で、ちょっと冷静でいられなくなるから、ちょっと焦ってさ、もう頭がこう回らなくなるのかなっていう。あそこ座ると違うらしいね。ああ、やっぱそうなんだ。そうだよね。そっか。テレビ番、クイズ番組に出るためには、あのそういう、そのちょっとあの、やばい、頭をちょっと使いすぎてね、あのちょっと言葉が分かんなくなってきちゃった。大丈夫か、大丈夫か、私の頭。これで今日は深い睡眠が
できるであろう皆ども、あ、なった、ちょっと時間になりそうだから、皆さんギフトありがとうございます。たくさん本当にありがとう。好きにランキングを読むね。13位クロポンさんありがとうございます。12位にゃんきちさんありがとうございます。11位えいひろさんありがとうございます。10位けんけんさんありがとうございます。9位まことくんありがとうございます。8位やすべえさんありがとうございます。7位もぐもぐさんありがとうございます。6位ひろっちさんありがとうございます。5位はなちゃんありがとうございます。4位こうじまるさんありがとうございます。3位お金持ち先生ありがとうございます。2位ラブリーホーテイトさんありがとうございます。1位はマキマキさんでした。ありがとう皆さん、ありがとうございます。たくさんギフトも、今からちょっとすぐ明日の予定を X にポストします。明日ちなみに朝は7時からです。なのでそう7時からまた7時に会いましょう。バイバーイ。